窓を開けると優しい風が吹いた。もうすぐここにも春が訪れる。君の笑顔が何よりも大好きで、いつもたくさんの幸せをくれる。Thank you.
君の横顔見えた。
ちょっと遅くなっちゃったけど少しだけ生放送やっちゃいますよ。よろしくお願いいたします。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局、局長喋る管理人。それでは皆さん、今夜もご賞はよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。夜の市長、みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。10月3日火曜日夜9時17分21秒になったところでございます。地域情報発信バラエティファンキー利根川、お気持ち大人の夜の8限目。この番組は千葉県野田市、千葉県東金市およびその近隣地域の今日あった出来事やいろいろな情報を生放送でお届けするリスナーさん参加型の地域情報発信番組です。今夜も千葉県柏市ニューチキチキスタジオより全国そして全世界に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、どうも改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。いつもリアルタイムご視聴リアルタイムコメント、アーカイブご視聴、いいねシェア、情報発信、情報拡散、イベント参加、献血参加、積極的な板への書き込み、積極的な一言つぶやき、本当にどうもありがとうございます。感謝しております。本日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。拍手。この番組は生放送で Facebook、アーカイブ動画アップで YouTube、オフセ、ポッドキャスト音声配信でアンカー、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Spoon、Amazon Music、WordPress 以上、いくつかのプラットフォームより全国そして全世界の皆様にお届けしてまいります。火曜お気持ちでございます。よろしくお願いいたします。昨日の放送で今日の生放送やるかどうかなんて言ってたんですけど、今日はねちょっと外回りで、終わったのが6時過ぎちゃったので、ね、ちょっとスタジオ練習でドラムの練習に今日はちょっと行けなかったということで、まあちょっとその後ね用事済ませまして、なんだかんだ帰ってきたのがもう7時半ぐらいだったのでね、まあちゃかちゃかってご飯食べて、まあちょっと今一服ついてスタンバイしてスタートということでね、まあちょっとの時間だけやろうかなと思っておりますね、どうぞよろしくお願いいたします。まあそんなわけで今日はなんか気持ちよかったんじゃないですかね。外行かれた方はわかるかなと思うんですけどね、なんかもう秋晴れというか、まあ、なんか爽やかな感じでね、風も涼しくね、いやもうさすがにね、暑い日はいい加減来ないんじゃないかなって、思っておりますけどね。まああれだよね、今週ねちょっと週末がね天気が、もう一つかなというそんな状況ではありますけどね、どんどん秋がこう深まってきてるかなという、そんなところで、まあずっとね半袖、半ズボンだったんですけど、まあ徐々に、長袖、ね、長ズボンということでね、どんどん衣替えしていかないといけないのかなという、まあ、そんな感じはありますけどね。皆さん今日いかがでございましたでしょうか、ね、外でうろうろするにはなんかすごい気持ちよかった ね。はい、まあそんなわけでね、今日もまあちょっとまだね
あ、まあ、ほぼほぼ全開なんですけど、ちょっとやっぱりね、期間の状況があんまり良くないという、ね、そんな感じなので、あんまりダラダラ喋ってるとまた大変なことになるかもしれないので、まあ、今夜も短めに、ね、やろうかなということで、今日も、生放送は Facebook 独占生放送ということでお届けしてまいります。はい、皆さんよろしく。今日みんな休みだと思って、あれかな、ちょっとね、入りの方が、いまいちでございますけどね、もうコツコツやっていきますね。もう本当だよ、コツコツやることが大切だと思っています。はい、それでは出席からいきましょう。本当だよ、もうね、全国そして全世界の、皆様、お待たせいたしました、青少年の皆様、出席でございます。大きな声で返事よろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょう。リアルタイムご視聴どうもありがとう。タンポバニー剛さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いいたします。奥義メリープ陽子ちゃん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。はい、メリープ陽子ちゃん、リアゴメこんばんは、視聴、はい、どうもこんばんは、まあ、陽子ちゃんよろしくお願いします。どうですか、東金の秋は、ね、あれ陽子ちゃんっていつ東金に来たんだっけ。もう去年の今頃は東金だったんだっけ、違ったかな、ね、去年のほら、なんだ、10月9日の調子の時に確か陽子ちゃんに初めて会ったんだよね。あの時はもうあれだったんだっけ、ね、結婚してこっちに住んでたんだっけ、ちょっとよくわかんない、ごめんね、陽子ちゃん、そのあたりの情報よかったら教えてください。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。野田明宏くん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。野田くん、リアゴメこんばんは、はい、野田くんこんばんは、よろしくお願いいたします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。音頭落語のマリノルさん from 茨城県龍ヶ崎市、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。マリノルさん、リアゴメ視聴、こんばんは、マリノルさんこんばんは、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけでね、ちょっと今日は告知も遅くなっちゃったんでね、いまいちでございますけど、まあいいでしょうね、まあぼちぼちといつも通り今日も進めていこうかなと、そんな夜でございます。はい、まあ週末というか週明けには、ね、皆さんお待ちかねのバーベキューとかもありますからね、はい、まあ楽しく今夜も喋っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、やっぱりなんかね、喉がダメなんだよね、なんかこう、なんかね、ダメ、はい、でも頑張ります。あ、陽子ちゃんからリアコメ、去年の10月16日に東金に引っ越した時も、あ、そうかそうか、ね、あの調子の次の週ぐらいだね、そうでしたか、もう陽子ちゃんも1年ですね、はい、ね、楽しくやっていきましょう、陽子ちゃんよろしくお願いします。はい、お、リアルタイムご視聴どうもありがとう。飛弾英二さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。飛弾 A ちゃん、リアゴメこんばんは、 A ちゃんこんばんは、 A ちゃん大変じゃん、イノシシ狩りだよ A ちゃん、ね、もうイノシシもう捕獲しないと、やばいことになりますよ、ね、A ちゃんの会社大丈夫ですか。はい、じゃあ行きますか、ね、まあ今夜も、まあ、短めに、お届けしていこうかな、そんな風に思っています。それでは行きましょう。10月3日火曜日の地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、今夜も最後までよろしくお願いいたします。
地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、今夜もよろしくお願いします。ちょっと遅めでございます。ショートバージョンでお届けしていきます。リアルタイムご視聴どうもありがとう。藤井一郎、埼玉南浦和、こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。一郎どうもありがとうございますね。一郎にさ、昨日もちょっと言ってたけど、なんかあの軽い気持ちで、ね、ライブに出るよって言ったらもう大変です。もうね、あのライブ30分のためにもうみんな大変です。大人がもうみんなわちゃわちゃしていますね。もう練習入ったらやばいぞ、ね、そんな人が続出しておりますけどね、頑張りますよ。まあそんなわけで、なんだかんだやっておりますけどね。まあ秋ということで、まあいろいろね、今年はイベントの、まあ夏のイベントもね、まあ秋のイベント、まあなかなかね、土曜日とか仕事で行けなかったりするんですけどね。まあ結構でもイベントし、あのシーズン的にはいいね。夏はさ、やっぱ暑いからね。まあもちろんイベントも楽しいけどね、夏は暑かったから、まあだからこの時期いいんじゃないね。10月11月ぐらいの、まあ特に外のイベントなんかはね、一番気候が良くて、いいのかななんて思ってますけどね。皆さんいろんなところに行かれるのかなと。いやーちょっとね、ほらもうね、あのビッグイベント立て込んじゃったからさ、ね、あ、まあイベントというかさ、まあね、まあぼちぼちなんですけど、もうどね、日曜日はさ、もうライブの練習だよ。もう特に、一応ね、10月も2回で、まあ11月もまあ2回ぐらいやろうかなって思ってるから、まあほぼほぼなんか日曜日は練習で埋まるのかなっていう。まあ大体ファンキーとね、土曜日は仕事なので、まあ日曜日ね、練習なんですけど、だからいろいろね、秋は夏にあんまり行けなかった、なんかまた秩父とかさ、あと夏に行けなかった長野善光寺とか行こうかなって思ってたんですけど、日曜日は結構ね埋まるので、どうかなーなんて思ってんだけど、まああれだね、長野はちょっと遠いけど、秩父の三峯神社くらいは、ちょっと行きたいかなーなんて思ってるんですけどね。まあちょっと11月、まあちょっと様子見て、ね、どっか日曜日でも、行ける日あれば行ってこようかななんて思っていますけどね。皆さん秋の行楽シーズンの予定なんだ、いかがでしょうかね。だよ。これはマリノルさんから、リアルタイムコメントいただいて言ってみます。はい。自宅にいるときはテレビとデスクトップ、PC、Facebook は開いているので、生配信に気づきますので、私は思えば昨年の今頃はまだファンキーさんとつながりがなかった新参者、ああね、なんかマリノルさん的にも、ね、濃い1年、ね、1年経つとこんなにね、つながるのかなという、まあ、陽子ちゃんもそうだよね、陽子ちゃんなんかもうほぼほぼ放送は、ほぼほぼ解禁症ぐらいだからね、まあそんなわけで、ね、新しい仲間、結構できたりとかしてね、ね、結構マリノルさんと何度か、ね、顔も合わせたしね、まあそんなこんなでいろいろと、ね、1年、あっという間に過ぎていくのかなというそんなところでございますけど、まあこれからも、ね、どうぞよろしく、まあ、本当にね、初期から古い仲間、メンバーさん、まあ、もちろんなんですけどね、新しくこう参加してくれた方々とかもね、
本当にみんな仲良くね、いろいろやっていければなぁなんて、そんな風に思っています。まあそうやって積み重ねてさ、なんかここまで来てるからさ、本当にね、ほぼほぼ、古い友達はあんまり呼んでないのでね、まあそんな意味ではチキチキ情報局、キラキラ情報局で、知り合った方がほぼほぼなので、まあそんな感じでね、こういい感じで、これからも、仲良くしていただければなと、そんな風に思っています。リアルタイムご視聴どうもありがとう。久保田信之くん、こんばんは。お疲れ様です。よろしくお願いします。最近やぶえに行く回数が増えてんだよね。まあ近いからね、なかなか3期とね、行けなくて申し訳ないんですけど、またちょっと顔出そうかななんて思ってね。なんか昨日もやぶえ行ってなんか食ってきたなって言いましたけどね。そうでございますかね。いろいろ行きたい店いっぱいあるよ。リアルタイムご視聴どうもありがとう。京子局員、こんばんは。お疲れ様です。よろしくお願いします。京子局員、はい。まあそんな感じね。あとなんか話してなかったかな、忘れちゃったな。なんか話しとこうかな、ね、まあいいか、また後で。はい。京子局員、リアコメ、こんばんは。あー、どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。マリノルさん、秋の行楽、チキチキ情報局板に上がっていた、気球体験が、ちょっと気になる。ああね、後で紹介していくよ。ね、俺ダメだよ。高いところは大嫌い。もうだから、あんま興味ないです。気球とかは。もうとんでもないです。な、高いところ。はい。マリノさん、興味あるということですね。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ今日も行きましょう。いやー、でもあれが皆さんどうなんですか。なんか1年早かった。俺はすごく早かった。はい。A ちゃん、ファンキーさんと会ったのは引っ越しでしたね。ね、でも本当は30年以上前に柏市場の安野でしたよね。ね、そうなんだよ。 A ちゃんまだ子供の頃ですよ。ね、まあ、ファンキーとねがまだまだ若かった頃ね、知り合っていたというね。あの辺りもなんか本当に変わったね。柏の市場界隈もなんか本当に、TX がね、それこそだからその A ちゃんとさ、30年以上前に柏の市場で行き合ったんで、まあ一緒に職場にいたんですけど、まだあの頃はさ、つくばエクスプレスなんてなかったもんね。で、ララポートなんていうのもなくて、まだ柏の葉公園もなかったよね。柏の葉の、住宅地、ね、が、こう、造成されて、ちょっとずつ、こう、家が立ち並んできたぐらいで、ね、わー、ここはさ、なんて。ゴルフ場なくなってあそこに駅ができんだよなんて、うそーなんて、あんな林の中に駅なんかできんのなんていうね、そんな時代だったよね。30年以上前、もう30年じゃないじゃんだってね。37、8年前だよ。俺20歳ぐらいだからね。そう、37年ぐらい前だ。そうそうそう、A ちゃん、柏の葉キャンパス駅が柏ゴルフ場。そう、柏ゴルフ場、ね、あれだよ、それこそ柏の葉公園なんていうさ、まあその後だね、だいぶできてきたの。あとあれだよ、柏の葉の公園とかさ、今でこそなんかあんなね、東大やらなんとか千葉大だか分かんない、なんかね、とかいろいろこう来て、ね、おしゃれな、あ、ごめん、おしゃれなこう街にさ、
なっちゃったんだけどさ、だってまだファンキー・トレガワがそれこそね、柏の市場にあのいた頃はさ、またこんな放送でこんなこと言ってると、いろいろこう言われちゃうかもしれないですけど、あれだからね、あんな今じゃおしゃれでさ、とんでもない、ね、街で、柏あたりでもこう先端なね、街づくりなんてやったけど、それこそ37、8年前はさ、あのあたりはもうあれだよ、もう夕方になると、お前、まあ、特に週末とかになると、もうみんなあの車で来てカーセックスばっかやったからね。これ本当ですよ。ね。あとこれ言うといろいろ怒られちゃうんだよな。あんまり言うと。プーって入るかもしれないんですけどね。いっぱいいたかんね。なんか知んないけど。俺はやんないですよ。ファンキーとの山田、ね、青い頃だったから、そんなことはしなかったですけど。いや、見に行ったもん。柏市は仕事終わって土曜日とかね。先輩とかね、したらお前見に行こうぜってカセックスやってっからよ、ね、よだよな行った記憶がありますけどね。そんなと、A ちゃん、柏の葉公園は米軍基地跡で治安が悪かった。ああ、そうだよね、地元民という。そう、ね、まあそんな頃もね、生き抜いてきてる、ね、A ちゃんでは、ファンキーとのようそうではないですけどね。はい、最近は本当におしゃれな街に、変貌しております。はい、まあそんなわけ で、新しい仲間も古い仲間もみんなで楽しく、やっていこうじゃないかという、はい、そんな生放送でございます。はい、じゃあちょっと今日はね、遅いスタートでごめんね、ちょっとまあ短めに、声の調子も喉の調子ももう一つなのでね、やっていこうかなと。まあ皆さんなんかよかったら、今週末とかね、土曜日、日曜日、月曜日は3連休だよ。寒いぞ。20度とか22度ぐらいだったよ。結構寒いよ。もう長袖着ないとまずい、ね。そんな週末になりそうです。はい。じゃあ今日は東金方面から、ね。そう。扇風機回してるとさ、ちょっと涼しいな。ねえ。な、今長ズボン、長いジャージ履かないとダメかな。はい。じゃあ、東金。東金行きましょう。あ、一郎、リアコメ。急に寒くなりましたね。もう急に風がなんかやっぱ乾いて、ね、涼しくなったよ。朝晩寒いもんね、結構。昨日はなんか、あれだ。今までは夏用のタオルケットっていうやつ。使ったんですけど、昨日の夜から綿毛布みたいなのにしました、ね、薄手のね。マリノルさん、小学生時代に近所の空き地で測量していたおじさんが、地下鉄が通るんだって、聞いてから大江戸線が開通するまで30年かかりましたって。ああね、まあ そんなもんだよね。だからまだ柏のそれこそね、あの辺に仕事でいた頃はさ、あと20年ぐらいかなとかなんか聞いてたからね。それからね、20年経ってもう開業して、もうどのぐらい経つのね、 TX 開業して15年とかもっと経つのね。どんどん変わりますね、街も。はい、じゃあ行きましょう。東金方面、これは東金商店街連合協同組合さんのなんか投稿があったんですけどね。はい、東金、東商連ハロウィンフェス2023、去年もやってたね、ハロウィンフェスということで、10月21日土曜日、10時から16時まで、ただや跡駐車場、これはまあ東金の方はわかるかもね。旧道のただや跡駐車場、渋い。街中ウォークラリー開催ということでね。はい。まあ、いろいろとね、あります。ステージイベント、ね。お約束、キッズダンスイベント、ね。もう、どこに行っても、ほぼほぼ、キッズダンスイベントは、ね、あります。あれはあれなんだよ。人の頭数をね、
あの多く見せようというね、大人たちの、なんていうかな、そういうことなんですね。あれはほら、もちろんちびっこもいっぱい集まるじゃないですかね。1チーム、ね、10人20人とかね、1グループというか、ね、団体の中でも結構いっかんね。それ子供たちプラスあの親とかね、来るところはおじいちゃんおばあちゃんとかもこう来たりするからさ、あの人を集めるにはあのもってこいなんだよね。だファンキーとねがもうずっとね10年ぐらい前まではそういうイベントよくやってましたけどね。とにかくあの人がいるよって雰囲気出したいときはあの必ずあのキッズダンス大会、キッズダンスコンテストとかこうやってましたから、ね、そんなわけで、あとステージイベント、なんかあるんだね、いろいろあるということでね、今年も、盛り上がるよという、ね、東金もハロウィン、21日ということで、ね、あっという間に夏の花火大会が終わりゃハロウィンだというそういう状況でございます。はい、東金皆さんよかったら遊びに行ってくださいね。よろしくお願いします。はい、コメント来てるよ。山田さん、今年はお誘いありませんでしたので。安野さん、みんないないね今日、東金方面気がついてねえのかな。安野さん、山田さん、今年は数年ぶりに東金市産業祭が開催されるので、ハロウィンスタンプラリーは、東証連加盟店のみの開催となります。東金市産業祭のエントリー等に関しては、東金市市役所にお問い合わせくださいね、ということで、なっております。はい、よろしくお願いいたします。Facebook ライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。お初かな、吉田明美ちゃん。こんばんは、お疲れ様です。はじめまして、ファンキー利根川と申します。千葉県野田市とか千葉県東金市とか、あとその辺、いろいろ地域の、情報を生放送でお届けしていく番組です。お願いします。ひだんえいちゃん、りゃごめん。つくばエクスプレスは当初平成元年に開通予定でした。ああそうなんだ、そうでしたか、ね、全然、ね、遅れたよね、平成元年、だいぶ遅れたという、ね、そんな状況でございますね。はい、マリノルさん、常磐新線、TX は30年前龍ヶ崎市に移り住んだ頃、ちょうど用地買収とか目処がついた頃でしたね。あー、そんな感じだね。でもなんかあれだったよな、ここ電車通るんだなんて、なんかこうね、夢のまた夢みたいな感じでね、当時は思っていたんですけど、ね、あたり静かだったからね、ね、ちょうど柏の今の現柏の葉、昔はあの辺はね、若芝とかさ、なんかそんな感じ、まあ今もあるけどさ、いやー駅から遠くてさーなんて、北柏駅にみんな必死になって、バス乗ったりとかしてね、行かれてましたけどね、どこの駅に行くにも遠いんだよね、北柏駅も遠いし、まああとは初石とかもね、遠かったりとか、まあもちろん柏駅も遠いんですけどね、まあ本当今や、柏の葉キャンパス駅、そして、柏田中駅、まあ辺り、本当に便利が良くなった、そんな風に思っています。あとあれだよね、あそこまだ工事してんだけど、あとどんぐらいかかるの、5年ぐらいかかるのわからん、ララポートの、脇っちょ通る道、今ちょうどあの16号線と交差するところがアンダーパス、ね、工事してますけど、あれがね抜けて、なんかあれがずっと守谷の方までこう行くっていう、なんかそんな道になるんだね、やっておりますけどね、まあそんなのもそのうちあっという間に、まあファンキー利根川はまあ多分まだ生きてると思いますけどね、できんのかな。はい、A ちゃん、若芝循環という、バス路線しかなかったね、
意外と、まあ、陸の孤島じゃないけどさ、あの電車の便は悪かったよね。まあ、16号と、まあ、柏ね、常磐高速柏インターは程よく近かったんですけどね、電車の不便がかなり不便な地域だったので、ね、そんなね、柏の葉、はい、東金、もう一つ、さっきの東商連、東金商店街連合協同組合さん、東金商工会議所の福祉の町推進委員会さんが毎年恒例で開催している東金ストーリーズが今週末土曜日にありますと、今年はバルーンリリースということでね、東金ストーリー初めてだな、共に生き共に支え合う優しい地域を目指してということでね、そうですか、バルーンをみんなで飛ばすでっていうね、バルーンに願いを込めて大空に、バルーンリリース、10月7日土曜日、これは中央公園ですね、これでヤッサフェスティバル、ヤッサ祭り、なんかもう随分経つね、ヤッサ祭りこの間行ったばっかりだなーなんて思ってたんですけどね、あっという間になんか、ありますけど、まあこちらの方で東金ストーリーズというバルーンね、飛ばすイベントございますので、もしよければ行かれてみてください。はい、あとは、はい、東金版一言つぶやき、まあちょっと時間の関係でお名前とちょろちょろっと、ご紹介していきましょう。秋葉博士ちゃんどうもありがとう。浅沼香織ちゃんどうもありがとう。小川雄三さんどうもありがとう。扇ブギー純平さん今日は早番だ、お疲れ。中村俊明さん朝明るくなるの遅くなった、涼しくなった、秋が来たな。桜田実さんどうもありがとう。芝生の床屋さん、市原優子ちゃんどうもありがとう。友幸さんどうもありがとう。今日みんな気がついてないのかな、休みだと思ってんのかな。明日ちょっとね放送休むかもしんない、明日は夕方ドラムの練習に行こうかなと思ってるんですけど、安野俊夫さんどうもありがとう。吉田、あ、ごめんなさい、飯田道夫さんどうもありがとう。旭市の今朝は16度、結構涼しいね、日中25度ということでね、はい、渡辺博士ちゃんどうもありがとう。扇メリープ陽子ちゃん、朝食食パンと鶏胸肉、ヨーグルトリンゴ酢ドリンクコーヒーなんて書いてある、はい、ということで、ありがとうございます。はい、というわけで、平井和成さんどうもありがとう。山田さんどうもありがとう。おー、みんな今日いないね、そしてメッサーシュミットさんもどうもありがとうございます。はい、東金版一言つぶやきということで、はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、というわけで今夜はちょっと遅いスタートなので足早でお届けしております、地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち大人の夜の8限目、Facebook ライブリアコメいただいています。マリノルさん、秋行楽話題でファンキーさんが秩父話題していましたが、西武鉄道が軽井沢まで延伸する噂がまことしやかに、ガキの頃にありました。実際軽井沢にプリンスあるし、ああね、時代が流れ、西武、あ、池袋西武本店もすら、先日話題になり、感慨深いものがありますね。そうなんだ、西武鉄道軽井沢まで延伸ね、結構大変なんじゃないですか軽井沢までってね。はい、じゃあ後半戦いきましょう。チキチキ情報局、皆さんよろしくお願いします。はい、A ちゃん音楽話題、んドリームシアターのキーボードプレイヤー、ジョーダン・ルーです。とりあえず変態キーボーディストね。バニーさんも意外とあれかもしんないですよ、なんかなんつうの、
今度ライブやるときに肩からね、背負って、弾くキーボードを使うとかってなんかバニス言ってましたからね。まあ一応ロックンロールだからね、やってましたけど、ありがとうございます。はい、あ、A ちゃんこの間さ、あそこ行ってきたよ、なんだっけ、スタジオなんだっけ、スタジオエブリワンズだっけ。でちょうどなんかね、オーナーがあれだ、なんかドラム教室かなんかやってて、お会いできなかったんですけどね。ね、A ちゃんよく行くスタジオ、なんかすごい、あの住宅地の普通のなんか戸建ての民家の奥の方にあって、なんか非常になんかマニアックだなってね、普通の住宅地のね、自宅の庭のところにボンってこうスタジオがあるっていう、なんかすげえなって思いましたけどね。昔はファンキーとね思いましたよ、戸建てね、ねえ、うち買って庭にスタジオあったらねえよかったなーなんて昔思いましたけどね。もうやっちゃう人いるんだなーなんてちょっとびっくりしましたね。はい、そんなわけで、マリノルさん、あ、さっき読んだね、はい、藤井一郎リアコメ、あのスタジオは見つけられないなんね。だって普通のあれだもん、戸建てのね、民家のところにちっちゃなあの置き看板みたいなのがポンって置いてあるだけだからさ。で駐車場の奥まったところね、なんかすごいよね。あそこのスタジオすごく良いですよね。おお、でも最近みんな知られて予約取れなくなりました。そうなんだね。なんかちょっとびっくりしましたけどね、あんな、ね、ところにあるんだっていう、ちょっとびっくりしました。はい、まあ、あのひとまずあのチキチキ、なんだチキチキじゃねえよ、あ、なんだっけ、野田ロックか、野田ロックは車乗ってくる人いっぱいいるんで、イオン、なんだっけ、イオン春日部の島村楽器のスタジオをとりあえず、2階までは今予約しました。10月ね、またちょっと先予約しないであれかな、はい、チキチキ情報局野田くん、夕飯角上魚類のシューマイだな、あ、美味しそう、はい、野田くんどうもいつもありがとう。はい、そしてこれファンキー利根川、あ、これはね、みんな大好き夜の生放送というね、本当だよ、ありがとうございます。これは写真撮ったんだよ、ね、これね、後でみんな見てほしいんだけど、この今夜の放送の番宣の写真、これはね、あの柏駅の近くにある、ごめん、あの車で交差点曲がるときに、あのパチって、あのなんだ、スイッチじゃなくてシャッターを押したからさ、なんかボケちゃってんだけど、あのね、ラムちゃんっていう、なんかラム肉の居酒屋があるんだよ、居酒屋ラムちゃん、これがすごく前から気になっててなかなか行けなくてさ、今度行ってみようと思うんですけど、結構ファンキーとねは、ラム肉、羊系特、好きなんですよ。なのでね、ちょっとラムちゃん今度行ってきようかなってね、行きたい人いたら声かけてくださいね、ラムちゃんよろしくお願いします。誰か、あのうちのメンバー行ったことある人いる？ラムちゃん結構これチェーン店じゃないのきっとね、ラムちゃんで、その裏に、なんか韓国居酒屋ハンサムっていうところなんで、ハンサム、なんか知らない間にあのインスタフォローしちゃったらさ、なんかいつもなんか出てくるんだよ、居酒屋ハンサム、というわけでファンキー利根川的にはこのラムちゃんがすごく気になっています。はい、まあいいや、はい、そして、あとこれの、まあ、野田、まあ、東金とか、まあこれなんかね、結構全国各地で今騒ぎになってますけどね。はい、イノシシの捕獲と対策状況について、昨日も出たね、
なんか最近イノシシ、まあ今ジビエなんていうんでいろいろね流行ってて、いろんな人がイノシシ取ろうなんてやってるみたいなんですけど、あったよね、なんかイノシシ頭ある程度あるからさ、罠とか覚えちゃってなかなか、かからなくなるっていう。で昨日読んだよね、確か東金、キラキラ板の方で、今日は野田です。野田市内でイノシシの目撃情報については豆メールと通じて周知、させていただいているところですが、現在野田市では三つ堀瀬戸下三川においてイノシシ捕獲のための罠を設置を行っております。まあこの地域、まあ、野田界隈の方はねなんとなくわかるかなと思いますが、三つ堀瀬戸下三川、まああれだね、チキチキ的に言うと飛弾 A ちゃんの会社のあたりです、ね、あと平井和成さんの、ご自宅のあたりとかね、そのあたりの地区だと思います、ね、今年の9月は下三川でイノシシの成獣1頭捕獲 がありました。市では引き続きイノシシ捕獲を実施いたしますので、イノシシの目撃や痕跡に関する情報がありましたらご提供お願いいたします。イノシシを見かけたときは近づいたり刺激を与えたりせず身の安全を確保し静かにその場を離れてくださいという。イノシシは河川敷、山林等に生息していることから、数の把握はできない状況ですが罠を増やして対策を進めていますということでね。まあ野田あたりでもねえこういうことがどんどん出てきてるのかなと、そんなところでございます。A ちゃん、我が社のパートのおばちゃん、先週仕事に来る途中3匹の、ウリボートを遭遇したらしいと、はあね、結構いるんだね。トッコちゃん、明日の仕事のコースは瀬戸三つ堀です、大丈夫ですかトッコちゃん、気をつけて、行かれてください。はい、野田の方気をつけてね、イノシシ出ますからね。はい、A ちゃんリアコメいただいています。うちの会社の裏の竹林にいるみたいです。ああそうなんだ、目吹学園の方と、目吹学園の方と言ったら分かりやすいかな。あーパートのおばちゃん、ウリボー3匹と遭遇しましたということで、ああねえ、A ちゃんの会社も仕掛けた方がいいんじゃないのね、気をつけてくださいよね。もう突進されるとやばいらしいですから、ね、はい、野田のイノシシ情報、まあね昨日は東金の方でも茂原かな東金だったかなね出ておりましたけど、ね、今日は野田ということでね本当に、ねちょっと大変になっておりますが、はい、じゃあもう一個 A ちゃん、野田読んでます。10時回りました、もう少しやっていきます。市内クリニック閉院、また寂しいね。ちょっと風邪や座骨神経痛で大変お世話になっていた市内関宿地区の青木クリニックさん、11月30日で閉院されるとのこと、非常に残念ということで、おお東方柴な、そうですね、なかなか、まああれかな、どうなんだろう、代替わりしなかったのかなとかね、後取りじゃないね、後継ぐ人がいなかったのかなと、そんな感じなのかな、ちょっとわからんけどね。なかなかね野田市内も病院多い方じゃないからさ、ねこう減ってっちゃうとね非常に大変だなと思います。コメント来ています。角田達彦さん、うわーな、閉院の、理由って何ですかね、風邪でよく通ってたんね、こういうクリニックあると本当にね、なかなかさ風邪ぐらいじゃ総合病院ね半日とか待たされてさ、とんでもないからね、やっぱりそういう時はこうクリニックがいいよね。 A ちゃん、あ後継者がいなく体力的にも限界だったみたいです。あーそうなんだ、つむさんありがとうございます。必要な場所に残念ですね。村松、義明さんでいいのかな、僕もヘルニアの治療で通っていた時期ありました。残念です。
A ちゃん、自分も座骨出血やベース引きすぎの腱鞘炎でだいぶお世話になりました。岩井ひとみちゃん、そんなの聞いた時はショックで、引っ越してきて初めて通院したところで院長が私の誕生日と一緒な、ブロック注射場所を言わなくてもはいはいって打ってくれたのに、ね、はい。 A ちゃん、うん、昨日向かいの奥さんが9月いっぱいで閉院、したみたいよって妻が聞いてびっくりだ。今日ダメ元で妻が言って、言ったらやってて仲のいい受付の女性に聞いたんだって。鶴見えちゃん、うちの子も初めて予防接種はここで打ったな。そうでしたかね。こう地域に根付いた、お医者さん亡くなっちゃうのはちょっと非常にね残念ですけど、もうファンキー利根川、このチキチキスタジオのもうすぐ3分ぐらいのところに、須田医院っていうまあ、クリニックですね、あります。もう今回はまあいろいろね、喘息やら、中性脂肪やらで常に通ってるね、まあ内科系のまあ主治医というか先生なんですけど、まあ今回も熱出てね、発熱したということで、結構混んでたんですけどね、まあいつも行きつけなので、ね、まあなんかちょっとこうね優先してくれて、本当によく、見ていただいて、いろんなお薬を、漢方薬から何からたくさん処方していただいて、だからやっぱりそういう行きつけのクリニックがあるといいなって本当に思いましたよね。なかなかさね、もうクラクラしてる時に総合病院に行ってさ、2時間も3時間も待たされてみたいなんじゃちょっときついんだけど、ね、歩いてすぐ、歩いて30秒ぐらいのところにあるから、でなんとはこのチキチキスタジオの隣が薬局なんだよ薬局、だからね、もう本当にもう多分年取っても、大丈夫じゃないかな、そんな風に思ってますけどね。だから本当にね、チキチキスタジオはもうかなり便利です。ライブハウスも徒歩圏内、もちろん音楽スタジオも徒歩圏内、ガソリンスタンドも、車で、20秒ぐらい、あと大きなスーパーが、徒歩、5分圏内に2軒もある、100円ショップもある、もう何でもあります、非常に便利です。まあでもね、こういう本当にお医者さん亡くなるのはちょっと厳しいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと残念でした。はい、 Facebook ライブリアルタイムご視聴どうもありがとう。黒川とっこちゃん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。とっこちゃん、とっこちゃん、後でちょっと連絡入れます。確かね19人だと思う。で一応今保留が2人いるんだけど、明日には分かるかなと思いますね。明日には分かる、ね、なのでちょっと明日連絡入れますよ。ね、はい、とこちゃんよろしくお願いいたします。とこちゃん、皆さんこんばんは、という、はい。 A ちゃん、デイ2も近いんじゃないですか。あ、デイ2はほらサッカー場の先だからちょっと離れるよ。うん、ちょっと離れる、まあでも遠くはないね、遠くはないです。だから日立のサッカー場もすぐそこだもんね、レイソルか、レイソルサッカー場もすぐある。あと賃貸もある、いろいろあります、非常に便利です。あと最近気がついたのは、なんかね、個人でやってる配信スタジオがねすぐ近くにあるんだよ。まあちょっと値段見たらちょっと使えないなっていう値段だったけど、いろいろあるんです。はい、平井さん、平井さん元気かな、ね、まあ元気だな、朝からラーメン食ってるから。はい、平井さん、今日は柏公設市場の流れ星で朝ラーメンだって、気合入ってんね。これなんて読むの、清いに、湯のラーメン、なんとかラーメン、玉ねぎ増し、かける2倍ということでね。皆さん朝からラーメン食ってる、元気です、よろしくお願いいたします。はい、アリインディアンレストラン、最近もめっきり行ってないけど、皆さんよかったら
まあ野田市、関宿、旧関宿町地域のあたりの方はぜひアリインディアンレストラン、よろしくお願いします。なかなか遠くて行けてないんだ。はい、あとこれはサイクリング協会からなんか出てんね。ちょっとね、11月26日にチャリロゲ、開催いたします。本来であればもっと早く案内できたんですが、もろもろの事情で直前の投稿で申し訳ありません。関宿エリアだけで、3時間のミニチャリロゲ的な感じですので、気軽に参加してください。なんでだって参加費無料です。熱気球に乗ってからの参加も可能です。関宿エリアにも新しいお店がオープンしているので、この機会に回ってみてはいかがでしょうか。募集開始は10月15日から。野田市のアクティブスポーツ3団体合同イベントになりました。ということ、あ、これだね、さっき、あれ、マリノルさん言ったの。熱気球、ね。あ、野田スポーツ、スカイスポーツ振興会さん、ね、熱気球祭りということに、2023。熱気球の体験登場ということで、ね、あります。マリノルさん乗ってくれば行って、取材してよ。上から写真撮って。俺はとんでもないからこんなのは無理、ね、あと、これは空祭り、in 関宿書いてある、ね、これ飛行機だね、グライダーとかだと思います、ね、デモフライト。あとは、あ、さっき のチャリロゲ、なんか自転車でぐるぐるなんかどっか回るっていう、オリエンテーリングみたいな、ね、自転車を使ったということで、あと野田関宿カヌークラブ江戸川ダウンリバーね、川をこう下るのかな、ね、船乗って、まあそんなね、イベントがございますので、興味ある方はよかったらご参加ください。はい、どうもありがとう。平井さん、三顔の空ということでね、もうだんだん秋も深まってだいぶね明るくなるのが遅くなって、ね、朝こう、ね、ゆっくり、夏場は結構明るくなっちゃうからさ、ね、早く起きる方もいらっしゃる。今だいぶね遅くなったので、ね、今ゆっくり寝られるかなっていう、そんなところ。はい、とこちゃんありがとうございますって書いてある。あと少しだけ、これちょっと面白い情報がありました。これはお隣、千葉県野田市のお隣の境町、の情報なんですが、なんとあの国民的アニメサザエさんに境町が登場。先日ここの前を通りやしたよ。ちょっと読んでみようかな。これはなんか境町の、まあ境町版チキチキみたいなのあるんだよ、なんかグループみたいな。そこにまあ僕も入ってるんですけど、チラッとなんかタイムラインで上がってたんでシェアしておきました。サザエさんも、自動運転バスに乗る時代になりましたな、出かけたらな、の歌詞に合わせて意気揚々と、なんか無人バスだね、無人バス、無人バスです、これが出てるんだよ。無人で、まあ、町内全体じゃないんだけど、まだ、ね、一部のところをこう無人でバスでこうぐるぐるこう回ってるっていうやつ、アルマっていうんだ。歌詞に合わせて意気揚々とアルマ無人バスに乗り込みますが、やはり財布を忘れていたサザエさんですね。買い物をしようと街まで自動運転バスで出かけたらペイペイがあるので財布を忘れて、愉快なサザエさん。このオープニング映像は昨日からだから、この間の日曜日だね、放映スタート半年間続くそうですということでね。そうですか。なんだっけな、あるんだよ、これ
ね、カシノ駅堺、AI バスなんて書いたんですけど、非常に綺麗に、出ています、ね、これぜひねちょっとチェックして、いただければなというふうに思っています。この間ね、ちょっとここの前、これ通ったばっかなんですけど、で、見た、あれーなんて、ね。なので、今度の日曜日のサナエさんのオープニング、見てみてください。境町の無人バスにサナエさんの乗っかるという、そんなのが出ていますんでね。もう、境町、ね。もう、仕掛けてるよね、きっと、これは。またなんか多分町長あたりが裏から手を回してこれ仕掛けたんじゃねえかなって、そんな風に思ってしまいますけどね。もうやることがもうすごい、勢いあるということで、まあね、この間の花火大会も3万発なんていうことでね、打ち上げてましたけど、いやー本当にやることがすごいね。だってあれだもん、花火大会だよ。境町の、まあ、茨城別に、ダメ、茨城って、なんか、差別しちゃいけないですけど、茨城の境町の花火大会に、なんか、ハワイとかさ、なんか、そっちから、なんか、ね、ゲストとか来て、挨拶とかしてるっていう、なんか、すごいなって思いましたよ。なんか、インターナショナルだなっていう。花火のなんか紹介も、日本語で言った後に英語でこうアナウンスしたりとかさ、なんかすごい、ね、国際的な街なんだななんていう、ね、そんなことをちょっと思ったりしましたけどね、だからまあこのサダエさんとかも、ね、全国国民的アニメにオープニングに登場してくるあたりが、なんかこう力持ってんだななんてね、えそれこそ3万人もいないぐらいの街なんですけどね、どうですか皆さん、ね、えまあ野田市は15万人以上いますからね、まあ比べるななんてよく言われたけどね、えやっぱ頑張んねえと、まあ、東金もそうです、ね、え茂原もそうです、本当にこうねいい感じで、これ頑張ってね、えまあ別にこうメディアに出たらいいからっていうことでもないんだけど、何かとね、やっぱりこういうね、街をこうセールスしていくっていうのも、非常に大切なことなんじゃないかなって僕は思っていますね。まあ本当になんかすげえなってこれもサダエさん見て思いましたよ。まあちょっとファンキートネガーも今度の日曜日のサダエさん、見てみようかなというふうに思う。まあ動画もなんか貼ってあるみたいなのでね、興味のある方は見てみてください。僕もバスはまだ乗ったことないんだ。何度も見てんですけど、目の前でも見たことあるけど、乗ったことはないんです。ね、はい、よかったらチェックしてみてください。どうもありがとう。マリノルさん、どうもありがとう。ね、境町の、自動運転バス。ね、乗ってみたいな、ね、なんかあれわかんない、予約でなんかどうのこうなんて言ってたけど、ちょっと俺もよくわかんない、調べてみてくださいね。信行局長オフ会、お前は強制参加だと言われてそのままですが、参加者に入って、あ、信行も入ってるよ、大丈夫ですよね。信行あれだよ、あれやってもらおうかな、挨拶ね、祝辞、わからない、祝辞じゃねえかな、ね、開会の挨拶そこちょっとやってもらおうかなとか、あと川島さんは閉会の挨拶、ね、今回のバーベキューは信行と川島さんに合わせてやってんだよ、月曜日、いろいろなんで日曜日にやんねんだよって結構いろんな人に言われました。なんで日曜は月曜にやってんだよって、言われましたけど、まあまたねやりますよ。で、なんか東金方面でも、なんかバーベキューやってくれなんていう話もあったので、まあ来年でもね、やれればいいかな。まあ東金方面、まあ茂原とか、ね、まあ東金でもいいけど、ね、またやりましょう。はい。じゃあ、これ最後かな。はい。一言つぶやき、野田バージョンということで、ね。はい、行きましょう。はい。
甲府型、重信さん、ね、はい、どうもありがとうございますね。体温に合わせて寝具を整えていきたいですね。秋葉ひろしちゃんどうもありがとう。本沢隆さんどうもありがとう。中村俊明さんどうもありがとうございます。黒川とっこちゃんどうもありがとう。サークル活動がお休みの日ですので、近所の仲良し4人で旧中村肥料店して下町の場所にランチに行ってきます。あ、ランチ食えんのそこで。あんま俺よくわかんないんだよな、正体が。初めてのためですが、ためですが、久々4人で集まれてよかったのね。ねえ、どうでしたか。はい。あとは、ともゆきさんどうもありがとう。はい。野田明宏くんもありがとう。はい、太田、信俊さんもどうもありがとうございます。はい。近藤道明さんどうもありがとう。ひろしちゃん、渡辺ひろしちゃんどうもありがとう。染谷健さん from 岡山。倉敷もタオルケットでは寒くなり、毛布を出して寒さ対策をしました。いよいよ秋本番が来るのかな。ねえ。今扇風機まして寒いや、なんか。ねえ。はーい。ね。だんだん秋になってきております。これはファンキー利根川ね、まあ本当にちょっとね、いろんなことがあって、忙しいんですけどね、本当にありがたいことです、ね、本当にもうアラカンでございますが、やることいっぱいあって嬉しい。こうやって放送で喋るのも嬉しいですし、オフ会やったりね、いろんなところに行ってね、いろんなメンバーさんとかとこう会えるのも嬉しいです。またね、今度は音楽もまた再開ということで、本当に精力的にいろんなことをやっていければと、そんな風に思っています。本当に皆さんどうもありがとうございます。とっこちゃん、70過ぎてもやることいっぱい。やることがあるっていいですね。幸せなことです。嬉しい人のコメントを読むと自分も嬉しいな。今日の一言は大切な、ありがとうございます、ね、ですよ。平井和成さんどうもありがとう。タンポバニー剛さんどうもありがとう。バニーさん、メンバー間交流 NOW というと、岩井保育園バニーさんのお勤め先、ね、バニーさん園長先生ですから、ね、ただのたこ焼き作ってるおじさんじゃないですか、ね、バニーさん、園長先生やってます。バルーンアーティストののりおさんと打ち合わせな。11月の園内作品展にバルーンワールド大出現ということで、またバニーさん派手なことを、やるんだな。ね、もう本当ですよ。ありがとうございます。バニーさん。ね、はい。まあそんなわけで、ね、今日もたくさんありがとうございました。平日でございます。まあそんなわけで、まあちょっといろいろね、立て込んでおりますが、まあちょっと日中のね、まあいろいろお仕事も、なかなか、ね、まあ忙しい、状況になってきまして、まあね、どうなのか。いやでも来るんじゃないかなっていう、ね、衆議院解散になるともう本当に嵐のように忙しくなるんじゃないかなと思いますけどね。今回ちょっと解散してほしくないな。11月も、ね、練習したいから、ああね、なんとか、どうなのかなと思いますけどね。まあそんなね、ことで、ファンキーとね、頑張って、いろいろと、やらさせていただきますので、どうぞ引き続きね、チキチキ情報局、キラキラ情報局、みんなで楽しく盛り上げて、ね、また年内1回ぐらいは東金の方にも行こうかなって思ってますのでね。まあちょっと放送はちょっとどうか分かんないけど、ディナー会ぐらいは東金の方で、やろうかなとか思ってますのでね。まあいろいろライブとかもあるんで、あんまりね、出たり入ったりはできないんですけど、まあそんな感じでね、いろいろやっていきましょう。みんなで、ね、よろしくお願いいたします。というわけで、明日天気悪いよ。明日は雨だぞ。ね、今日こんな天気良かったけど明日は雨降ります。
ファンキートネガーは明日は事務所かな、事務所でちょっといろいろあるので、まあちょっと夕方早く上が、まあ早くというかね、上がって、夜スタジオに行くんで、明日ちょっと夜放送、まあ6割方お休みいただこうかなと思っています。まあ万が一ね、ちょっと仕事伸びたりしてスタジオ行かない場合は放送やろうかなと思いますけど、ちょっとね昨日やって今日休んで、明日、やって、まあ木曜休んで金曜日ぐらい、いよいよちょっとね、初の、バンドリハーサルまでね、もう10日ぐらいになってきましたので、ちょっと頑張ろうかなと、そんな風に思っていますので、どうぞ皆さん、放送ね楽しみにしている方結構いらっしゃるんですけど、ちょっと立て込んでおりますので全部できないので、ね、ちょっと勘弁していただいて、まあやられるときは頑張りますからね、どうぞよろしくお願いいたします。そして、オープニングの方でもちょっと喋りましたが、来週、月曜日は、お待ちかねの、バーベキューオフ会でございます、ね、まあ一応締め切っておりますが、まあ明日ぐらいまでもし来れそうな方いらっしゃったら、まあちょっとね花澤さんとかにも最終、今日今確認しておりますのでね、まあ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 いい人数ぐらいになるのかなっていうところで、まあ若干参加できますから、よかったら、なんかドリンクとかもうすでに今日はあの京子局員が、野田の日野屋さんにオーダーをかけたらしいという、そんな状況にもなっておりますのでね、まあね、あの参加の方当日よろしくお願いします。また来らんない方とか、もしかしたら、まあ、周りの状況を見て、ライブ配信垂れ流しね、ちょっとやろうかなとか、今考えています。だいたいもうね、ああいうイベントごとになってファンキー利根川はさ、あんま食えないんだよ。もうだいたいなんかほら仕切る方だからさ、昔からあの落ち着いてさ、なんかそういうのを食べたりとか、ね、飲んだりとかなんて ほぼほぼやったことないです。まあなので、まあちょっと今回ね、まあちょっと周りの状況とか他のねグループさんとか団体さんとか、ね、迷惑かからないとか映り込まないような状況であれば、まあちょっと生放送ね、まあ雰囲気だけでも味わって、また来年ね、にこう持っていこうかなっていう、まあそんなところでございますので、まあちょっと、まあまだやるかどうかわかんないですけどね、来らんない方もしやったら、ぜひねチェックしていただければ、こんな風に思っています。はい、いやあーやべえな、風邪ひいちゃうの、また、ね、はい、じゃあ今夜はどうもありがとうございました。ん、あ、とっこちゃんリアコメ、とても美味しいランチあーダメだ、なんか鼻がムズムズしちゃってごめんなさいね。とても美味しいランチでしたということでね、よかったです。はい、で明日は週の真ん中の水曜日でございます。で皆さん、いろいろねインフルエンザそしてコロナウかなり流行っておりますのでね、皆さん本当に注意して、お過ごしいただきたいなと、そんな風に思っています。はい、ではまた一応明日明後日かな、ちょっとわかんない、明日、スタジオ入んなければ夜やりますけどね、また一応あさってということでよろしくお願いいたします。またね、夕方あたり告知入れようかなと思います。よろしくお願いします。はい、どうも遅くまで今夜もありがとうございましたね。1時間でございました。まあこのぐらいが意外とね、ファンキー利根川も疲れなくていい、ね、そんな感じなんですけど、はい、じゃあ皆さん、ね、あったかくして、風邪ひかないようにお休みいただければなというふうに思っています。はい、それでは今夜の地域情報発信バラエティファンキー利根川お気持ち以上をもちましてお開き閉店でございます。本当に皆さんどうもありがとうございました。また明日か明後日です。よろしくお願いします。以上です。はい、とっこちゃんおやすみな。はい、どうもありがとう、またね、どうもありがとうございました。
ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&をしゃべる管理人。それでは皆さん、ラストご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、夜の市長。みなぎる男、ビッグマグナム、ファンキー、トネガーでございました。はい、じゃあラストはこれいきましょう。はい、鈴木まどかちゃんの遥か房州路を聞きながら本日お別れでございます。本当にいつもどうもありがとうございます。感謝しております。 Thank you so much。 おやすみなさい。バイバイ。また明日か明後日ね。はい、メリープようこちゃん、どうもありがとう。おやすみ。京子局員、おやすみ。マリノルさん、どうもね。信幸、どうも。あー、信幸ちょっと来週になっちゃうな。ちょっともう髪の毛ボサボサになっちゃったんで、来週になると思います。はい、京極員、しっちょさん、どうもありがとうございました。またね、ありがとう。はい、どうもありがとうございました。ファンキートレガーはお気持ち、ちょっと今日はね遅いスタートで9時過ぎからでございましたけど、はい、どうも皆さんありがとうございましたね。まあね、コツコツやっぱりやっていくことが、大切なのかなというね、たくさん聞いてくれる方いらっしゃる時もね、そうでない時も、ね、まあね、なかなかこう忙しくて毎日はできなくなっちゃったんですけどね、まあ、可能な限り、生放送ね、どんどんやっていければと、そんな風に思っています。はい、ね、なんか本当に、まあ、もちろんこうイベントとかもね、打ち上げ花火みたいにドッカーンっていうイベントも大切なんですけど、はい、本当に何度も言ってますが、こうやってコツコツ、ね、積み重ねていく、やっぱりこう地域ね、うんぬん、そういうの大事かなと僕は思っています。本当にいつもご視聴いただきましてありがとうございます。
まあこれからもちょっとね忙しくなるかもしれないんですが、まあ本当にねできる範囲で放送の方もやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあもう10時半もありましたのでね、皆さん早く寝ましょう。ちょっとファンキーとのもさっきちょっとシャワー浴びたんですけどね、もう一回ちょっとバーッと浴びてね、早めに寝ようかな。あ、そうだ、 YouTube やんなきゃいけないんだな。ちょっと先に入ってから軽く YouTube やってね、終わりにしようかなと思います。はい、のびゆきおやすみ。あ、大吉陽子ちゃんどうもね、またやります。今夜終わりです。どうもありがとう。はい、じゃあ皆さん今日もどうもありがとうございました。また次回の放送で、明日やるかも、明日ちょっとわかんないけど、まあ明後日かな、どうぞよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。バイバイ、またね。どうもありがとう。明日以上です。失礼します。終わり。